というわけで山田さん、今日のテーマはグルメということですけども、はい、今回我々は美味しいお弁当を食べる自由のために博多の明太子をボランティアで振る舞っていきたいなと。博多の食と文化の博物館博博、こちらでね、あの手作りの明太子を作れるという体験ができるんですね。2人で作ってですね、明太子あげようじゃないか、無理やり渡しましょうじゃあね。はい、裏側表に穴が開いている部分があるので、はい、産卵のためですね、卵が外に出ていくための穴になります。もともと開いているこの穴からこういった調味液などを吸い込ませて明太子できております。なので穴の部分がですね、下向きになるように、はい、では続いて果実付けに入っていきたいと思います。ピアの辛口レギュラーの味だと、こちらの唐辛子を大人の指3本で大きく3つまみ、辛いの苦手であれば昆布茶を入れていただくと少しマイルドになります。昆布茶とかもね。でブラックペッパーを入れるとスパイシーで洋風になりますので、はい、ブラックペッパーってあんまりイメージないですね。パスタとか卵焼きとかそういうのに入れていただく女性も喜びます。はい、これは昆布茶いきます。もちろん全然違いますね。はい、はい、もう美味しそうやね。最後にですね、調味液を入れていきたいと思います。これ何が入ってるんですか。工場内で調味液を作っている担当が2人いるんですけど、はい、2人しかレシピを知らない。はい、今回普通ですよ。そうだな、なんか企業秘密ですよ。こちらお玉なみなみ3杯ですね。なみなみ3杯いただきます。3杯、はい、うわー、こうやって作られるよね。できました。はい、ではよく戻していただきまして、はい、蓋を閉めていただきましたら、あとは味を染み込ませて完成となります。はい、というわけでこれで寝かしたら完成ということですね。はい、2日間寝かせます。2日経って僕たちが作った明太子は完成しました。めっちゃじゃあ味染みてるわけですね。もうね、ずっと2日間漬け込んでましたので、はい、おかずを増やしたいと思います。まず増やします。こちらを持って、ね、OL さん探していきましょう。探しましょう。 OL さんか分からんけども、ね、うわー、なんかちょっとおかず少なくないですか。さあ、日本の弁当って感じの日の丸弁当なんですけど、日の丸弁当食べてます。あんまり時間がなくて。あ、そうなんです。よかったらこれじゃあ食べていただきましょうか。はい、おい、あ、でも美味しそう。いや、ちょっといいじゃない。ちょっとすごいブラックペッパーね。どうですか。あの、ブラックペッパーがちょっとピリッと。お、結構いいじゃん。紅葉ですね。シャズですよ。シャズ入りました。少ないね。明太子がメインみたいになってる。どうですか。明太子、はい、明太子、これが突然来てね、はい、どうでした、なんか助かりました。そのおかず的にはすごい、今見てもなんかインパクトがある。いや、確かにインパクトはすごいですね。いや、でもこれは結構助けれたんじゃないかなと思います。今回に関してはね、今回に関してはお弁当のおかずが少なかったということですね。シャズですね。シャズでございますよ。